横須賀目線。政治と金の問題ですね。そうですね、ちょっとこれはしっかり向き合っていきたいと思いますけれども、はい、今日また新たな展開がありました。いわゆる安倍派に1億円を超える裏金を作っていたじゃないかという疑惑ですね。その大元になっているのがこのパーティー券というものです。でこれをキックバックする形で裏金を作っていたのではないかということで、ここです。特捜部が、まあ、事件化ですね、立件も視野に今捜査しているというふうに言われています。そもそもなんでパーティーが開かれるのか、どうやって裏金を作っているのか、そのあたり今日取材をしております。キーワードはこちらです。闇に消えたお金です。そもそもパーティーとは大きなお金が動くんですよね。そうですね、個人の議員さんで開催するものと派閥としてもパーティー開催するんですけども、今回問題となっている派閥のケースを見ていきたいと思います。こちらが今かつてのですね、いわゆる安倍派、現在の清和会によるパーティーなんですけれども、まずパーティーは私も他の党も含めて結構取材に行ったりするんですけど、こうやって、代表がですね登壇して挨拶をしたりとか、他の方も挨拶したりして、でお客さん側の方ですね、もうコロナ前だったら立水の余地もないほど立ってるんですね。でそのぐらいたくさんのお客さんが集まると、でその横に本当小スペースにサンドイッチちょこっととか、焼きそばちょこっととか、あとプチケーキちょこっと置いてあるぐらいなんです。だから当然みんな料理目当てに来てるわけではなくって、応援してるよっていう意味もあって、あとお付き合いの意味もあって集まってると。で何をしてるかって言ったら、当然主たる目的はお金を集めているということですね。でそのぐらいお金集めるのにかかるんですが、こちらです。政治資金パーティー、資金を集めるために開催しますよと。で相場がだいたい1枚2万円ということで、ちょっと前後お金する場合もあります。でこれ派閥ごとに運用がちょっとずつ違うんですけれども、例えばこう複数議員と取材をしてみたんですが、派閥の方がノルマを課している派閥もあるんですね。でチケットをどのぐらい売ったらいいのかということは、当選回数に応じて決まってきます。で若手議員だったら100万円分ぐらいで、中堅だったら500万円分売ってくださいと。で例えば派閥の幹部並びにトップになってくると、こう2000万円もさばかなきゃいけない、つまり1000万円ですね。でこのぐらい資金力を集められますよってところが、やっぱその議員の腕の力の見せ所というところもあるんです、じゃあなんでここまで例えば議員さんは頑張ってノルマをこなそうとするのか、なんで派閥がそもそも形成されているのかっていうところは、双方にこれ旨味があるからなんですね、どういうことかと言いますと、こちらです。派閥としては当然、例えば選挙の際に自分に所属する派閥の議員の数が増えていけば、党内で力を持つことができますので、一人でも多くの議員を当選させるためにその資金が欲しい。で総裁選の時も普通は自分のトップに、総理になってほしい、総裁になってほしいと思うから、もう党員にですね、もう選挙を含めて運動をかけるので、ポスター作ったりチラシ配布したりなどをするということになります。でさらにですね、議員さんの方のメリットです、まず、幹部クラスになってくると、当然この派閥ごとにですね、大臣ポストとか副大臣ポスト、それから党の役職などが基本的には割り当てられる。そのポストにやはりつきやすくなってきますよね、これ資金力ある方の議員の方が有力です。で若手の方にもメリットがあって、こうやって地元からこう集めてくる陳情っていうのをどう自分の実績として反映していくかっていうのは、この派閥の上の方の人たちが省庁とパイプを持っているので、そこにつなげてくれる。だからここ双方メリットがあるから派閥の運営というのは成り立っているということなんですね。で今回ですね、キックバック還流が起きていたわけなんですが、なんでこれが起きていたのかの構図です、例えば国会議員さん、ノルマ100万円を課されました。パーティー券を50枚さばかなきゃいけません。で自分が日頃お世話になっている個人とか企業とか政治団体にこのパーティー券買ってくださいと依頼をするわけです、でこのノルマを超えてこの国会議員さんは150万円分を集めました。で派閥にですね、そのうちノルマ分の100万円は納めました。でもノルマ分を超えた50万円はキックバックされて、自分の懐に
入れちゃうケースが、これも取材してるとあるんです、うん、でこれ収支報告書にちゃんと寄付として記載していれば何の問題もないんです、うん、でも記載していなかった場合が法律に触れると、うん、で今回特捜が捜査をしてるんじゃないかと言われているのがこの安倍派などで、うん、この安倍派だけで直近5年間で1億円近い合計したらあるんじゃないかという疑惑を持たれていると。かなり大きな波紋が広がりますよね。結局寄付として収支報告書に記載しなかった場合、当然これ議員の裏金になってるんじゃないのと。じゃあ裏金何に使ってるのというところになってくるんですが、こちらです。これ本来だったらそのポスターとかパンフレット作ったり、いわゆる政治活動ですね。で事務所の家賃光熱費とか人件費とかに使っているケースもあると、これも取材によるとあるんですが、こちらがポイントですよね。あの現金が使い勝手がいいという声も聞かれてきて、じゃあなぜなのかったら、こちらの裏の使い道なんです、はい、やはりですね、いろんなお付き合いがあるんですよと夫婦に議員さん言ってきます。それが接待交際費で、これが本当に仕事に関わるものなのか、それとも飲食なのかも含めて、本来だったらそれはあの領収書なしじゃなくてきちんと計上しなきゃいけないものなので、そもそもダメな使い方ということになります。ではたまたこれもとても問題ですけれども、時折ね、あの事件化されてますけれども、選挙であの票を取りまとめてください、要は票を買うということですよね。票を集めるからって言って、いや100万円お支払いしますよということで、こうしたものが現金が証拠として残らないため、こういう現金で裏金作りをしているんじゃないかと。で今パーティー券も振り込みでやり取りするところが多いんだけれども、派閥によってはまだ現金の文化が残っているところがあるということなんですね。こちらも議員さんにお伺いしました。他の派閥でもやっぱりノルマやキックバックある、裏金にする人もいるということで、ここですね、去年12月、これは個人の問題でしたけども、薗浦元議員がですね、あの同じように収支報告書からちゃんと記載せずに裏金作りをしていたんじゃないかということで、あの政治家にとったら公民権停止は、ね、死刑宣告と同じだというふうに言われてますから、今こちらです。まさに戦々恐々とされている議員さんがいらっしゃるということです。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。